今回の主要コースが激ムズコースのオークビレッジでやっていきたいと思います。出演者ご紹介しましょう。一人目こちらです。お願いします。今日の意気込みは？今日はですね、もうこれはリベンジですね。リベンジ。オークビレッジにもうね、前回嫌というほど叩きのめされてますから、やってやろうと思います。お願いします。はい、どうも、ショータイムです。イエーイ。うますごいナイス。すげえ。あの手であの高さですごいね。お願いします。ピントが合わない。160ぐらい。はい、どうぞ。7番やんで。はい、どうぞ。良いじゃん。はい、ナイス。テリキのバーディパット、これ。早速バーディパットにつけます。うめぇ。ナイス。半端じゃない。マジ？うまくね。ラス。どうした？11番、377ヤード。左行く分には大丈夫。ピントが、うん、大丈夫大丈夫。はい、山ん中。五、85だって。めっちゃいい。ロケーション。ロケ効いてるな。ねえ、ナイス。さすがです。下りのフックかな。また来たんだよ。5。ああ、やばい。重いね。オッケー。ナイスパー。テルキのね、ティーショット。だいぶティー高くなったね。いや、ハイティー。ハイティーだよね。やばい。うん。びっくりしたわ、俺。朝びっくりしたよ、ティー高すぎて。ヘッドの上からボール見えてる。うん、間違いない。完璧だ。完璧だわ。いや、素晴らしいね。おお、いいんじゃない。180。6番。ピンが右手前です。おっと、ドローで戻ってきたよ。いい感じ、ピン刺してる。だけどね。あ、ちょっと弱い。バンカー越えた。うん、全然問題ない。はい、竹内くんの華麗なるアプローチを。パターか。あ、そうだ、今日タイ暑さ対策グッズ。そんな切れるんだ。面白い。いや、重いな。竹内テルキプロパーパット。うん、ナイス。ナイスだよ。テルキティーショット。基本的にテルキはもうスタートダッシュがね、早いよね。ナイス。ナイス。ドストレート。うん、多分ここだと思う。テルキのセカンドショット。200って言われたんで。うん、200ね。200。280ぐらい飛んでるね。距離伸びたね。
伸びた伸びた。はあ、ちょっと厚く当たりすぎちゃったかな。あ、でも乗ってるよ。ナイス。バーディーは硬いよ。3段越えです。3段越えなので距離感が難しい。1段上がって2段上がって、うまい、うまい、うますぎる、うますぎる。あのボギーからもう1アンダーです。でも外しようがないですね。左の70センチかな。ナイスバーディー。2アンダー、2アンダー、うまっ。奥で今日かみってるいいね。仕上げてくるから仕上がってるんだけど。あー、なるほどね。まあね、から飛ぶアイアンなのか。わかんない。もう何しても飛ぶ。完璧。うまくない。いや、うまい。あ、ちょっと弱え。結構危なかった。手前、左手前、手前。俺とテルキ足して2で割ったらちょうどよかったな。すごい、なんかマウンド越えだから。おお、危ない。びっくりした。なんだこれ、やば。うまい。もうちょい飛べ。ああ、右にずれてった。ちょっと右だけど、まあいいんじゃない。テルキパーパット。テルキほどのプレイヤーでも苦しめられるパー3。耐えた。ナイス。応援する会にしようか。あざっす。ショーター。あんまりがっくりすんなよ。立つとフォロー吹くからさ。今日あの辺まで飛ぶよ。いや、安定してるね。完璧。ロースピン、中段動、ドストレート、もう3秒で全部揃ってる。なんかすごい近い。なんだろう、すごい近い。ちょっと待って、ちょっと待って、どうやってやるんだろう。こっちかな。 OKOKOK。 165ぐらい大丈夫ですか。ちょっと待って。 OKOKOK、 できました。自分が下がんなくていいんですよ。6番でいきます。あ、6番。6番、何ヤード、わかんない。打ち上げてるから6番。聞けないか。私8番。全然持ってこないよ。え、絶対大きいって。私8だよ。距離間違ったわ。多分150ぐらいしかないよ。さあ、行くよ。もう一球打ちます。うま、打ちます。あれでもでかい。うん、大きい。絶対大きいって。間違えました。え、テルキの3打目グリーン奥で。難しいね、ラフからグリーンが下ってるから。うわ、止まれ止まれ。おっしゃ、ナイスだよ。うわ、なんか雲がすげえ出てきた。最後まで天気が持つことを願う。ガッ、ナイス。何、激うま。何なん、え、これがね、これがプロ。テルキ大丈夫じゃん。俺大丈夫。あ、じゃあ俺彩香さんとテル変わらんか。下手したら歌手の彩香とも距離変わんないかも。完璧だわ。下からながらさ、すごいひんやりするんだけど。あー、あれね、いいでしょ。なんか、ナイスショー。中毒性ある。なんだこれ。スピンファンに向けてサービスショット。サービスショット、うん、
脱いだ方がいいですか。いいの脱いでくれんの。もう脱ぎますよ。彩香さんに言われたら脱い。何それ。260ぐらい。どこ？ん？バンカーかな。はーい。え、めっちゃいいとこじゃん。全然余裕じゃん。結構難しいアプローチだね。え、マジ？かっこいいこと言うね。絶対打ってよ、そこまでは。ねえ、ショートなしだよ、それで。ショートやん。ショートなしだよって言った。バーディパット。ダウンを登ってすぐって感じ。距離感が合わせづらい。ナイスタッチだね。テルキティショット。判定不明。ちょっとやっぱ左をね嫌がっちゃうよね。え、なんかすげえ弱いよ。テルキにダメ。おっしゃー、ナイスショット。 OK、 テルキ OK だよ。踊れって言ってんの、お前。取れよ、いいから。やってくんなかった。こっちはもうさ、あの登りに登って足ガタガタなんだよ、今。ナイスショー。ナイスショー。ナイスショー。完璧。ダッシュ。やべえ、テイフ君だいぶ距離残りましたね。これは平らのところに残すっていう作戦。なるほどね。コース知ってるんですよ。やっぱ左足下がりだと難しいからね。一つね、あれね、フリーク持つとは思わない。平らのところで6番ぐらいで打てると思う。440しかないんだよ。パー5じゃないんだから。エッジの前だから、ピン奥だから長いんだ。ピンえぐいところにあるな。なんであんなとこ来てんの。ピン左奥だわ。220 230フォアウト。同じ段に乗せるのは至難の技だね。いや、ないでしょ、ここ。もうこのぐらいのスペースしかない。うん。このスペースに乗せなきゃ、ちょっと。バーディーが厳しい。フェードで。ドローで。ドローでいきますか。あ、ちょっと右だな。こすっちゃったな。ナイスオン。うん、乗った乗った。距離はぴったりかな。テルキのバーディートライ。同じような感じで。俺は、やっぱ足して2で割る感じがいい。じゃあ、ショートは足して2で割ってくれ。1.5 メートルのフックか。うまいね。いや、こういうとこだよ。こういうとこよ。2アンダー。ありがとう。シュシュ。お疲れでした、前半。ありがとうございました。テルキ2アンダー。